こんにちは、日本ワイン酒場丸の日のゆうきです。今日はちょっと手短に、ですね、久々の動画になるんですけれども、お知らせをしたいと思います。ちょっとうちのお店がですね、今3月いっぱい、この前3連休ぐらいまでは割とそんなに売り上げも下がらずに、本当常連さんの方に支えていただいて、それなりの売り上げにはなっていたんですが、やっぱりですね、3連休ぐらいから、世間の、空気感も変わってきて、やっぱり他の飲食店さんと同じような状況というか、どこも本当に大変な状況に今なっていると思います。僕もね、ちょっと3連休ぐらいまでは、地元のお客さんが来る桜新町みたいな町だと、意外に大丈夫なのかななんてね、コロナ自体もその飲食店に対するその、うちの店に対するですね、売り上げとかに対しての不満っていうのもちょっと甘く見てました。だけど全然状況が一変して、やっぱりこの2週間すごく落ち着いてます。いい悪い意味でね、落ち着いてます。でもその中でも本当に少しでも貢献できればっていうふうに来ていただいている方にはですね、本当にありがたいなと思うんですよ。で、来て来れない人もですね、本当に行ってあげたいんだけど、ちょっとこういう時だからごめんねみたいな感じの声をかけていただいたりとか、そういう状況だから行けないけど何かあったら言ってねみたいな形で声かけてくださる方もいて、本当にどこかしらでですね、気にかけていただいているのはすごく伝わってきますし、いろんな飲食店の方が本当辛い思いしていると思います。もちろん僕はね、飲食店の立場なので飲食店の話しかしてないだけで、旅館とかホテルとかイベントをやるエンタメ系の人とか、いろんなね、業種の方は今全然売り上げで立ってなくて大変だとかね、逆に医療系とかそういう忙しすぎて大変とか、そういうね、さまざま本当みんな大変だと思うんですけども、ちょっとその飲食店の、特性としては足を運んでお金を落とすっていう形をしないと支援ができないっていう、だからごめんねっていうような声を結構いただいたんですよね。で、皆さんネットとかで見ててそういうサービスがあるっていうのをご存知だと思うんですけども、事前に例えばちょっと落ち着いた頃にですね、使えるようなドリンクチケットだったりとかお食事券っていうのを今のうちからこう販売して、事前チケットという形で販売しようと思って、また子ども食堂をやる時の募金のところと同じサイトでですね、同じアプリでショップを立ち上げてあるので、もしよかったら概要欄にも載せておきますので、そちらを確認していただいて、その少しなんですけども、一応通常で普通にご利用いただくよりは少しですけどお安く使えるようになってますので、ぜひお願いします。それがまず一番大きな、お知らせだったんですけども、やっぱりですね、飲食店って家賃がかかって、でいろんな固定費があって、やっぱ売上が立たないと資金が回っていかないってところがあって、ここ2週間やっぱりすごく不安で怖くて、純粋にね、コロナっていうもの自体がもうちょっと怖くなってきてるじゃないですか。国民全体的にもまあとかいう感じが、おっといよいよやばいかもみたいな雰囲気変わってきていて、で例えばネットでも回ってますけど、ニューヨークの方がの、もっとやばいよっていう危機を煽るこう動画があったりだとか、もういろんな情報があって、僕らは何かを選択して、それに対して行動をしていかなきゃいけないっていう、全てを鵜呑みにできないような状況なので、何とも言えないんですけれども、僕の考えとしては、なるべく本当に普及不要の、外出は避けるっていうのは大前提なんですけども、やっぱり一人でずっと家にいて孤独になって精神が参っちゃうこともあるでしょうし、ずっと家で家事をして誰かが作ったご飯を食べたいけど自分が作るしかない奥さんとかね、
ママとかね、そういう方とか、やっぱテイクアウト、飲食店のテイクアウトを利用したりですね、少し息抜きに、そんなに繁華街ではないところでちょっと飲むとかね、そういうちょっとお茶するとかね、そういうことは僕は許されていいんじゃないかなと現時点では思ってます。もちろんこの後もっともっとそんなことも言ってられない状況になる可能性もありますけれども、現時点では適度にストレスをですね、発散しながら、なるべく健康状態、精神面も含めてですね、健康状態を保てるような生活を送っていただけたらなと願っています。僕は僕でできることをやろうと思って、子ども食堂っていうのを縮小する予定だったんですけども、このうちの店がある世田谷区がですね、小学校が、交換に登校する、時差登校っていう形での登校になったんですよね。まあ、それどういうことかというとですね、午前と午後に分けて、午前は2年生が行って、午後は5年生が行ってっていうのが1週間でこう交代交代で時差通学、というものが、まあ、行われることになりまして、まあ、要は大半休みなんですけど、たまに学校に行くっていう感じなんですね。で、行った学年はそこの一つの教室にね、固まってしまったら意味ないので、分散させて、授業をするっていうような形でやるらしいです。なのでやっぱりその3月のようにですね、家庭におけるそのママへの負担とかっていうのは、ね、ご両親への負担っていうのは軽減できてない状況なので、子ども食堂は、縮小予定だったんですけども、継続してやります。でちょっとだけ形が変わるんですが、3月いっぱいで基本的に寄付とかで集まった、お金とかの、寄付で集まったお金でやるという形は、やりきってしまったので、まあ、赤にならない程度に売り上げを立たせなければいけないなということも少し考えまして、子供は無料のままで、大人は800円、お一人様800円で、お酒ももし飲みたいよって人は飲んでください。それがまた子ども食堂の活動資金に回りますし、そういう循環にしていきたいなと思ってますので、そうですね、そちらの方もぜひご利用いただけたらなと思います。まあ、子ども食堂の寄付 そのショップ自体はまだ残っているので、もちろんそちらをご利用いただいて、その寄付をしていただけたらすごく嬉しいですけれども、そこはそこを前提には動かないつもりなので、ご好意があればという形で受け入れさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。で、さっきもちょっと話出ましたけど、テイクアウトも、やります。で、テイクアウトちょっと不慣れなので、お待たせしてしまうこともあるかもしれませんので、なるべくご予約をいただけたら助かるなということですね。一応当日の、3時まで、夕方の、まあ、要は15時ですね、15時までにご予約いただいて、5時半以降に取りに来ていただくっていう形でやらせていただこうかなと思っています。で、この辺もまあ初めてのことなので、子ども食堂を初めてやる時も含めてなんですけど、ちょっとね、不安もありますが、ご迷惑にならないようになるべく準備させていただきたいと思っておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。で、ちょっと最後になっちゃうんですけども、スケジュール、4月のスケジュールっていうのがですね、なかなかちょっと決めきれなくてですね、ちょっと遅くなってしまったんですけど、まあ、一回告知して、その告知した情報からまたちょっと変更させてしまったっていうところが大きいんですけれども、ですね、ちょっとね、これ見せた方が早いかなと思うんで、ですね、まあ、インスタグラムなんで見ていただければ分かるんですけども、ちょっと夜だけ営業が青で、緑が昼も夜もやります。で、黄色が昼から夜にかけての、まあ、カフェタイム、まあ、その辺をちょっと組み合わせてですね、まあ、ランチが週3、で夜が週4で、日曜日のランチだけカフェタイムが、付随してくるよっていう形でやらせていただきたいと思います。収録夜やってもですね、きっと閑散とした感じになってしまうっていうのがまず一つあるんですけども、まあ基本的にはこの日はやってるんだな、この日はやってないんだなで、まあ
来てくださる方もオンオフっていうのがなるべくつきやすいかなっていうのもありますし、僕もちょっとできた時間でですね、まあ、お店の価値を上げる活動だったりとか自己投資の時間だったりお勉強したりですね、まあ、あと YouTube もちょっとできるか分かんないんですけど、4月はなるべく結構、うん、どん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 撮って、まあ、貯めていくのか、もう本当毎日のように出していくのか分かんないんですけど、ちょっと YouTube の方にも力を入れていきたいと思っておりますので、その辺もちょっとやっていきたいと思います。ちょっとこんなね、話がどちらかちゃかったかもしれないんですけども、とりあえずそんな感じです。まず一番僕は今、お伝えしたかったのはその事前チケット、こちらの方をご購入いただけると本当に、安心してと言いますか、本当毎日不安なんですよね。ちょっとね、なんか情けでっていう感じになっちゃいますけど、本当に毎日本当に営業してもお客さんが来れない状況が続いていて、まだ僕もお店始めて1年も経ってない状況で、いろんな体力もないので助けていただけたら嬉しいです。またね、いろいろ収束して復活した際にですね、笑顔で、ね、何も気にせず飲みたいなって思いますよね。その日を本当楽しみにしながらなんとか耐え忍んでいきたいと思いますので、まあ、皆さんもですね大変な時期だと思いますので、無理のない、ように健康第一で、そうですね、なるべく健やかに過ごせる方法を見つけながら乗り越えていきましょう。で、まあ、ちょっとなんか YouTube で生配信してみたりとかですね、なんかこう対話できるなんか機会をですね作ったりとかですね、ちょっといろいろオンライン上でのことも考えているので、ちょっとその辺も明日以降にお知らせしたいと思います。ちょっとごめんなさい、長く手短にって言いながら長くなっちゃったんですけど、そんな感じでちょっと今日はしかも編集ノー編集で撮って出しなんですけど、申し訳ありません。よろしくお願いします。それではまた。